の企画は30秒ごとに危険になる世界でダイヤ探し対決。ルールは30秒ごとに危険な状態になってしまうワールドで3チームに分かれてダイヤを探すスピードを競う。トラブルを乗り越えて優勝するのは誰なのか。あ、ダイヤ発見、ダイヤ発見、ダイヤ発見。ナイスナイスナイス。あ、3、2、1。待って。変な死に方しないでよ、そこで。うわ、なんかいっぱい、雲出ちゃった、雲。雲っていうか、あの、エンダーマイト。鉄ピッケルを、鉄ピッケルを、ボンさん。俺さ、ちょっと待って、3、2、1。これ来た、これ、しのいだ。あー、TNT の、うん、これ爆発しないんだ。オッケーオッケーオッケー。あ、いたー！いやー、ボンさん！するんかい！ボンさん、鉄ピ、じゃあボンさん、鉄ピ作って、鉄ピ作って、僕一回死にます、僕一回死にます。待って。え、僕もう鉄ピ作って行っていい？あ、行って、今降りてるけど。オッケー。もう行くわ、行くわ。行っちゃう。行け。あと13秒。1回死を超えれれば。いや、もう。9、8、7、間に合う。6。頑張れ、死ぬな。トンズラ死ぬんじゃない。1、頼む。何？スケルト。いや、余計ない。あー、やってやられちゃった。いや、俺がその、鉄ピを持って、鉄ピを持って、ただ鉄ピあれしちゃったかも。マグマかも。ちょっと見て。僕たちの出入り口が。なんだここ、やばい。ちょっと待って。僕たちの出入り口に塞がれてる。え？どこだ？鉄ピがなーい！鉄ピない。あ、でも鉄もう、もう3個ある、もう3個ある。もう3個、オッケー。奥？ピンポン。ここでピンポン来ないでボンさん。ちょっと、俺ダイヤの目の前、ちょっと待って。鉄ピがない。鉄ピ頑張って。ちょっとピンポン行ってくる。ピンポン行かないでって。ボンさん。ピンポン行った。いや、このピンポンで勝敗分かれるぞ、マジで。ガーオンリーがダイヤモンド達成。もう、ボンさんのせいや。ボンさん、どうなった？ボンさんがピンポンに行ってる間に、オンリーがクリアしました。え？負けたか。今、ボンさんピンポン行ってなかったら勝ってたよね。負けたか。ねえ、ボンさん。いや、ピンポンさえ来なければ。ピン、佐川でした？黒猫でした？黒猫めー。そこは別にどっちに関係ないな。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。